え、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の17日目入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、この手続き法のチャンネルやらせていただいてから、 結構ですね、あの、受験生の方からも、お、ご意見いただきますし、あとは、あ実務をやられている方、行政書士の先生とか、あるいは、あ弁護士の先生とかね、えー、から、この行政法の動画をもっと撮ってくださいとかですね、えー、不服審査法も、事件訴訟法も見たいですとか言っていただいて、まあ、ありがたいなというふうに思います。あのー、私自身も、この行政法を普段扱っておりまして、で、どれだけこの行政法のですね、基本法、この理解が、まあ、実際業務にも役立 下つし、えー、業務を深掘りすることになるんだっていうことを伝えられたらななんていう風に思っていたので ま、今後もですね、あの、続けて継続的にいろんな情報提供はさせていただきたいなというふうに思っているんですけれども、ただね、不服審査とか事件訴訟法を築解説これやり始めてしまうと、もう1年間かかってしまうんじゃないかという感じになってしまいますので、もうね、本試験迎えてしまいますから、えー、8月と8日と9日に、えー、ズームで、あの、ちょっと行政法をちょっとまるっとやるですね、夏合宿をやってみようなんていうことで、急遽企画をして、で、おとといの夜にアップしたんですね。 まあ、ただ、二日間、急にね、こう、夏合宿するって言われても、内容も <laughs>、詰め切れてないというか、よくわからない状態で出しているので、うーん、まあ、その、二十人定員にしているものの、五人、六人申し込んでいただけるかな、なんていう話をしてたんですが、そしたらもう、おととい出して、昨日の夜にもう二十人達してしまったっていうふうに、あの、レックの担当者から、あ、言っていただいて、いや、ちょっと皆さんのね、この行政法に対する熱い思いというか、 まあ、試験に受かりたいということももちろんあるんでしょうけれども、もう行政法ここでちょっと徹底的にやりたいという思いをちょっと受けまして、えー、8月8日と9日、えー、お申し込みいただいた方、ぜひですね、いろんな質問ぶつけていただければなと思います。あの、双方向でやりますから、皆さんのご質問をこれを受けながらですね、進めさせていただければなというふうに思っております。あ、そうそう、あと担当者から言われたのが、もう1日で締め切るのも、ちょっとっていう感じなので、えー、5名だけ追加させてくださいっていう話だったので、 えーまあ、私もちょっとオンラインで25名のキャパでやるっていう形で、 あの、普段の研修とかだと50名とかでやることはあるんですけども、オンラインでね。だけど25名でずっと、あの、2日間まるっとっていう経験がないもんですから、ちょっとね、あの、できれば参加される方もですね、えー、私がちょっと慣れてない前提で申し訳ないんですけれども、協力し合いながらね、えー、進めさせていただければな、なんていうふうに思っておりますので、えー、あと5名ですから、あもしよかったら、行政法極めようという方はですね、えー、この機会にもう多分ね、 えー、今日とか明日にコールセンターに電話いただかないとなかなかっていう感じかもしれないので、えー、よろしければ、あ、お電話いただければなというふうに思っております。はい、えー、じゃあですね、今日は17条のところに入って参りたいと思います。17条のところに入っていきますが、これ参加人の規定になりますけれども、そもそもね、弔問手続きをやるとき、 聴聞手続きやるときっていうのは、行政に当事者の方呼び出されますよね。聴聞通知によって期日と場所がですね、設定されているので、その期日にですね、呼ばれたその行政、まあ役所にですね、向かうわけですね。大体役所の会議室なんかに呼び出されるわけなんですよ。 で、そこに行ったときに、じゃあその会議室の中、弔問室の中、まあ、弔問室っていう名前が付いてる部屋、用意してる役所ってなかなか少ないと思うんですけど、ただの会議室を、まあ、弔問に割り当ててるって感じだと思うんですけど、おこの弔問室の中に誰がいるのかっていうのを最初に確認しちゃうと、ここからの条文めちゃくちゃ読みやすいんですよ。おなので、今日はですね、そこを最初に確認したいと思います。 はい、えー、それではですね、この弔問の部屋の中に誰がいるかというのを見ていくことにしましょう。弔問の部屋の中に一体誰がいないといけないのかということなんですけれども、まず当事者は呼ばれてるわけだから、当事者の方はいらっしゃいますよね。 そして、処分をすることとなる行政庁の職員の方もいてくれないと、いろいろね、原因となる事実について、あの、説明をしたりとかね、えー、するわけですから、この処分をすることとなる行政庁の職員の方、まあ、大抵2名か3名体制で来ることが通常です。二、えー、2名か3名体制でこの行政の職員の方がいらっしゃいます。そして、その方たち以外、まあ、当事者と、その処分をすることとなる行政庁の職員以外、 えー、一体誰がいるのか、ここをね、しっかりここで押さえておいていただきたいんですね。聞き慣れない方たちだと思いますんで、ここで押さえていただきたいと思います。えー、一人は主催者という方です。主催者は条文であの19条というところで出てきますから、またね、後ほど見ていくっていう形にはなりますけれども、 この主催者という方がどういう人なのか、まあ今日はですね、そこ話していきましょう。えー、そしてもう一人、えー、参加人という方がいらっしゃいますよね。この参加人っていうのはどういう立場の人なのか。今日のポイントはその2点だという認識を持っていただければと思います。主催者と参加者、あこれがどういう、まあ参加人ですね、えー。参加人が一体どういう人なのかというのを理解していただければいいかなというふうに思います。 主催者は、まずね、主催の才能字はですね、これ、太宰治むの罪。 です。えー、間違えないようにしてくださいね。主催ってどうしてもあの、催し物のね、字を当ててしまう方が結構多かったりとかするんですけど、最小の才ですね。えー、まあ、取り仕切るとかそういう意味なんですけれども、主催者っていうのは議事進行役、司会進行役なんです。ここで間違えないようにしてほしいのが、結構ね、あのー、これお話をしていて、主催者の立場を間違えられる方の特徴として、裁判官みたいなイメージを持ってしまう方が、 いらっしゃるんですね。あの、中立な立場の方が中に入るんじゃないかなんていうふうに思う方がいらっしゃるんですけど、この方ね、全然中立な立場にある人じゃないんですよ。何かっていうと、この処分をすることとなる行政庁の指名を受けた職員なので、いわゆるこの行政庁職員がやってるんですよ。わかります こっちにほら、処分担当者とか、その他行政側職員って書いてあるじゃないですか。彼らのまあ仲間がこの主催者やってます。なんなら結構私がですね、担当した案件とかは、あ彼らのその部下に当たるようなですね、ポジションの方がですね、ここに入っていたんですね。要するに何かっていうと、この主催者っていうのは中立的な立場で公平に見てくれるっていうそういう人じゃないんですよ。そうじゃなくて、 ま、当事者としてはどういう気持ちかっていうと、もう完全アウェイなですね、ところに、あの、放り込まれるような感じなんですよ。もう、右も左もですね、もう、四面楚歌っていう感じで、もう、右も左も行政職員みたいな感じなんですね。だから、ここを間違えないでいただいた方が、条文読みやすいんじゃないかなっていう感じがします。主催者っていうのは全然そういう中立的な立場じゃないんですよ。ただ、議事進行役、司会進行役いた方がいいので、まあ、そういう意味で座ってますよ。 で、最終的には、まあ、議事録っていう形で、まあ、後でね、用語出てきますから、そこはそこでまた説明しますけれども、書類をちょっと作りますよっていうのが、この主催者の役割ということになってまいります。そして、この参加人というのが一体どういう人なのか、これも結構認識間違いやすいので、お話ししていきたいと思います。行政処分って、 で、当事者の方がナーテ人となっているので、今、聴聞の部屋に入ってるわけなんですけど、処分ってね、まあ、一つの、まあ、営業許可の取り消し処分とかがされてしまうと、そうすると、そこの、例えば店舗とかに、品物を卸していた業者だったりとか、発注をしていたところとか、みんなね、えー、営業許可取り消されちゃったら、じゃあ、えー、来月から、ね、そこの発注なくなるんですかとかですね、注文なくなるんですかなんていうことになってしまうので、実はね、影響大きいんですよね。 1、えー、一社が営業許可の取り消しとかを受けるとそうすると同時にですねマイナスになる利益を害される業者っていうのが、まあ、全体的に結構出てくることが意外とあるわけなんですそういうのをまとめてはあの利害関係人という言い方をしていくわけですね 今回の処分に際して、利害が生じる方たち、利害関係人、えー、この行政手続法の条文の中では、関係人という言い方をしていますね。この17条の1項の条文の中で、括弧書きで関係人という言葉が出てきますでしょ。これまずね、覚えてください。利害関係人のことなんですが、関係人という言い方をしています。で、 今、私は関係人のところの説明の中で、あくまで処分をされたら、同時にダメージを受ける業者がいるよっていう話もしたんですけど、ただね、一方で、この許可が取り消されることによって、例えばライバル店の方とかっていうのは、をここ潰れてくれたらですね、うち利益上がっちゃうぞっていうことで、利益が出る方っていうのもいますよね。利害関係人っていうのは、そういう方一緒くたなんですよ。 えー、この処分で同時にダメージを受けるマイナスになる方、逆にプラスになる方、そういうのを利害関係人という風に呼んでいくわけですね。どちらも含みます、えー。関係人というのはどちらも含むというのを頭に入れておいてください。で、その方たちが、じゃあ実際に弔問に出たいですって言って全員出れるかっていうとそうではなくてね。 主催者が、うん、この人はもう当事者同等に、今回の処分で影響を受けまくるな、なんていうふうに思った場合は、いや、あなたとあなたはね、この関係人の中でも特にこの利害が強いから、だから、ちょっと聴聞に出席してください、なんていうことで、主催者の側から出てくださいって求められるケースもあります。まあ、条文上はね。 で、まあ、ただね、実際はなかなかあんまり、あの、行政の方は、あの、対応する人を増やしたくないというところもあって、参加人を求めること,こ,ことっていうのはですね、結構少ないんですけど、関係人の中で出てくださいっていうこと少ないんですけれども、 ただ、まあ、この関係人の中でもですね、いや、自分はめちゃくちゃ影響あるんだっていう方は、この聴聞手続きに参加したいという場合がありますよね。そういう場合どうしたらいいかというと、私はもう利害が非常に強いから、だから絶対出させてくださいなんていうことで手を挙げますと、主催者が許可をするという形になります。主催者が許可をするという形になります。もちろんですね、許可をしないということもあり得ますから、まあ、ここでですね、まあ、中間的な処分がなされてしまうこともあります。拒否処分みたいな形でね、 まあ、あ、あくまでここで言う拒否処分っていうのは申請に対する拒否処分とは別ですよ。単純に主催者が拒否するとか許可するっていう意味なんですけど、これまで、ね、なんとなく意識しておくと後々の条文読みやすかったりとかするので、えー、えー、弔問の中でもこういった処分がなされることがあるんだっていうことは、なんとなくね、頭にイメージだけ持っておかれるといいんじゃないかなと思います。 関係人は今回の処分によってプラスになる方もマイナスになる方もいるんだけどその中から主催者のお許しなんかを得て弔問に参加することとなった人のことを参加人って呼ぶんですね関係人が弔問に参加ができるとその参加人という呼び方に切り替わるということになります参加人の中でもやっぱり マイナス、同じようにダメージを受けることとなる方として呼ばれている、その参加人と、いや、実は利益が出るんですよっていう方が参加人としてここにいらっしゃるケースもあり得ますんで、そういう二つの立場の人が参加人にはいるんだということを認識しておいていただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。聴聞の部屋の中にいる人たちの登場人物、えー、説明を今一気にしてきたということになります。 じゃあ、17条のですね、条文をちょっと見ていくことにしましょう。17条の第1項です。第19条、19条に主催者の規定がありますんで、これは後ほど見ていきましょう。19条の規定により、弔問主催する者は、必要があると認めるときは、当事者以外のものであって、当該不利益処分の根拠法令に照らし、当該不利益処分について、利害関係を有する者と認められる者。先ほど言いましたね、利害関係人のことを、関係人と呼ぶんだと、お格好書き で関係人っとい,、ね、いていいね関係人と言います。関係人に対し、当該弔問に関する手続きに参加することを求めることもあれば、弔問参加してくださいよあなたということもあれば、または当該弔問に関する手続きに参加することを許可することができるということで、主催者の許可を得ると弔問に参加することができるんだあ。こんなことが書かれているのが17条第1項です。 そして、第2項になりますけれども、全項の規定により、当該弔問に関する手続きに参加する者は代理人を選任することができるということで、この参加人ってね、もう当事者とほぼ同じ立場の人だっていうふうに考えていただければいいので、そう考えると、この参加人の人も代理人を立てて、まあ、例えば行政書士に頼むとか、弁護士に頼むとか、あそういった形で、えー、法律詳しい方とかを代理人として立てることがあり得るということになります。そうすると、第16条 で代理人の規定やりましたよねあの規定はじゃあ参加人にも通用するのかというと、第3項のところですね。全条、全条というのは16条代理人の規定です。この代理人の規定の2項から4項までの規定。 は全のの代理人についてのするとこの場合において、同条第2項及び4項中の当事者とあるのは参加人と読み替えるということになっていますんで、この代理人15条、あ、16条ですね。16条の代理人の規定というのは、この参加人に対しても順用しますよということが書いてあります。よくね、あの、巡用規定っていうのが、なかなか頭に入りづらいんですって言うんですけども、一体何と何と何がですね、この規定にも使われるのかっていうのをやっぱ書き出すんですよ。そういうい 地道なあの努力というかですね地道な作業を怠らないようにしないといけないですね法律というのはですね。 えー、例えば、この17条の1項にも、19条の規定によりっていう風に書いてありますでしょそうすると、19条をやっぱ読むんですね。で、こういう作業をすっ飛ばしてもっと簡易的にできませんかっていうと、あの、なかなかそうはい,いかないので、えー、もう1個1個最初はね、時間かかるんですよ。そんなすっとはいかないんですけども、時間かかるんだけど、こうやって条文は読み進めていただければいいかなという風に思います。 さあ、今日はですね、17条の規定について解説をさせていただきました。え、弔問の部屋の中に一体どんな人がいるのか、そして主催者っていうのはまた後ほど見ていきますけれども、全然ね、中立な立場の人が出てくるわけじゃないんですよ。当事者は、アウェイな状況に放り込まれるようなそういうイメージなんだということを認識しておいてください。 そして、利害関係人が弔問に参加すると参加人と呼ばれます。ただ、この参加人というのは、今回の処分でダメージを受けることになる人もいれば、そして、プラスに利益を得る、えー、ことになる人もいるんだ。そういう二つの立場の参加人ということがあり得るんだ。参加人という立場が存在するんだということをお話をさせていただきました。さあ、じゃあ、17日目はここまでにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。